皆さん、こんにちは。パトリック・カマムです。今回は、King&Prince、平野翔さんのダンスを見ていきたいと思います。翔くんは、本当に千年に一人の逸材アイドルですね。花があるし、かっこよすぎるし、かわいいし。そんな数ある長所の中でも、彼のダンスに注目していきたいと思います。一番を見ながら、平野翔くんのダンス解説していきますので、よろしくお願いいたします。はい。で、そんな僕はですね、普段ダンサーをしながらダンスメディアの運営、またはダンスオンラインレッスン事業の経営などをやっております。このチャンネルではジャニーズ皆さんのダンスの素晴らしさを伝えるべく、ダンスレクション解説などをやっております。では早速ですね、1番のスペシャルダンスクリップ YouTube エディットバージョンを見ていきたいと思います。では早速行きましょう。よろしくお願いいたします。いいね。おう、うん。あへい、あおう、イエス。もうね、冒頭のサビからやばいっすよね。で、このね、ジャケットパンってファサってやったところで、ここもですね、音ハメちょっと入れてるんですよね。そこがもう素晴らしい。しょっぱなここ、あでね、16ビートはずっと崩さずやっているところはもちろんのこと、ちょこちょこね、首をくって入れたりとか、そういったアレンジをね、入れてくるんですよ。ここ。ああ。ああ、で、ここのね、手を、まあ、左右に振っていくところあるじゃないですか。で、こういった手振りって、どうしてもちっちゃくなりがちなんですよね。で、手だけをフィッフィッってやってしまうから、普通かっこ悪くなりがちなんですけれども、これもね、体の中心の方から腕を出している。でそれも使い切ってこういった上の部分でやってるので、めちゃくちゃでかく見えますよね。そういう見せ方をやっぱり分かってる。うん、すごい。ああ。でね、きちんと止めるとこは止める。こういったパントマイム的な動きをしている中でも、パパッと一気に止まるんですよね。ここね、一瞬止まるんですよね。はい。でね、ここの、グインと首を回したところ、あれめちゃくちゃ早いじゃないですか、首回し。あんなん常任できないって思うじゃないですか。で、これを可能にしてるのが、翔くんのこの胸の動きですね。もう胸の中心部分から、なんて言うんでしょうね、この胸のところ、ちょっと上のあたり、くぼんでるところあるんですけど、そこを中心にグインと回すんですよ。で、遠心力かかって首も同時に回っていくので、あそこまで早く首を回すことができていますね。はい。でかいなぁ。バーンと腕を回すところも肩甲骨から腕を出しているので、おっきく取れますね。めちゃくちゃでかく見える。はい。うん。ああ。で、こういうとこもヒップホッパーって感じですよね。この首の角度というか顔の向きから、よいしょ。この肩のね、スッとやるところ。かっこいいですね。おい。で、若干ね、ヒットを入れてますね。もう弾ける音に合わせて、パパーンとね、胸のところ。おい。おーほー。で、ここね、手を開いてるとこあるじゃないですか。これちょっと切れちゃってるんですけど、足もね、同時に開いてるんですよね。で、こういった遠いところ、手と足先、これを同時に動かして、不思議そうに見せている。あで、音の取り方も柔らかくね。メロディーに合わせて。ああ。あーはーい。おー、いいね。おーい。あはは、ちょっと待ってください。ウェーブを通した後、状態がね、後ろに傾いた状態で、胸だけ動かしてるんですよ。半端ないスキルですよね、体幹と。ここで、若干ね、パーンとね、ヒット。内に込めるようなヒットですね。筋肉を内に弾くような形で、音を取っているんですけど、やることが複雑。で、これをね、さりげにここら辺でやってるじゃないですか。すっごいっすね。おほーい！で、見ましたか。首の可動域、首のアイソレが、
すごい。可動域広すぎるじゃないか。首だけね、パクンと動くんですけど。ここ、おい。ああ。はい。で、しっかりとですね、音をとっているところと、メロディーに乗っているところっていうのを分けて表現をしてくれているので、音がもうダンスを通して聞こえてくるようなダンスをされています。で、きちんとパッとね、今の分かりましたか？スッと締めるような動きをして、音取りをしていますね。ここ、はい。すごいな。はい。ああ、勢いさらに上がった。はい。でね、腕を回していくところ、天仰いで回してるところあるんですけど、ここね、めちゃくちゃでかいですよね。これもさっきの手振りになりそうなところなんですけども、胸の中心からグインと回しているので、でかく見えますね。ああ、すごいっすね。カカカカカっていうちょっとバイブレーション的な動きをしながら、止めるところはパキッと止めていくを2箇所ぐらい見えたんですけど、ここ止めたのと、ここ、ああ、あ、でかい。あ、で、こういった下から徐々に上げていくゆっくりした振り付けのところもプレパレーションといって、前段階、その次の振りをよく見えるように準備してる動きがあるんですけど、それにきっちりと下がって上体もかがみ込んで、顔も入れて準備をしてるんですよ。ここね、一瞬入れてるところですね。こういった細かいところが、こう、クオリティ変わってくるんですよね。ああ。おほい。ああ、素晴らしいですね。で、こういった足のパカパカの細かい動きのクリアさもめちゃくちゃすごいですし、最後クラップして一瞬空気を止めたところ、時を止めれるんです、平野くんは。すごいんです。もう見てください。はい。おー、ここのね、胸回しというか若干右に寄っている、右肩も合わせて胸を回して、肩を回してのところ、その回していく力を使ってターンをしてるんですね。一切動きに無駄がないですね。はい。ははい。こういったね、もう肩の愛され、首の愛され、もう一箇所だけ動かしていくのか。うますぎる。うますぎる。ここ、肩だけ、首だけ。すげえ。あーい。で、ポージングね。たっ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 たで、一個ずつ丁寧に音をとってポージングをとってるんですけど、これね、ポージングって難しくて、適当に動けばダサく見えるぞ、普通の人は。けど、こうやってダンスがめちゃくちゃ上手い人って、適当に動いてカッコつくんです。これは体の動かし方、連動の仕方が分かっているので、左脇腹が潰れたら右肩上がるとかっていうのが自然にできてるから、どんな格好で止まってもかっこいい。たっ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 たーい。おほー、なるほど。はーい。いいっすね。もう首がどうなってんの、さっきから。可動域が半端ない。もう何回も言ってしまう。ここ。ああ、顔面強強でございます。おー、クリアですねー。で、ここも、遠いところの頂点それぞれ、頭と足先だけ。足はクラブステップで動かして、それ以外のところは一切動かさないっていうので、よりクリアに動きを見せていますね。これが徹底してるので、めちゃくちゃ見える。うん。あー、でね、めちゃくちゃ細かいんですけど、ダンって一気に下がったじゃないですか。下がり幅もすごいし、一回ドンってストップした後に若干揺れてるんですよ。ここ、ダダンと。よりね、やっぱり止まって自然な感じで揺れる。
細かい表現ですけども音が見える、すごい。いいね。でこの表情管理もいいですよね。今ね可愛い笑顔でもふんふんふんってやってたところを一気にグッと引くところは男前な顔を見せるんですよ。こうやって表情部分もね管理が完璧ですね。笑顔からのグッ、イエス、はい、でこれでダブルアップ、上でアップして下でアップするようなちょっと難しいような動きなんですけれども、乗りながらステアの音に合わせてきちんと音取りをしてるんですよね。音ハメ、パチ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 、イエス、あーいいスライドですね。でこの柔らかいですよね。で上もちょっと中心だけじゃなくて左右にちょっと重心をずらしたような肩を使ってのウェーブ見えますね。はい、かっこよすぎる。背中が男前、すごいかっこいいな。背中で語る男ですね。され姿もかっこいい。クリオサビ、言ってね、もう音が漏れてますよね、体から16ビートが表現されまくっている。で、あと膝の使い方もすごくて、弾くような膝の使い方、ブワン、いいっすね、でかい、はい、おしゃれですね。トゥ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 タっていうところのこの手の出し方、今まででかくやってたじゃないですか。バーンって腕を広げて取ったりとか。で、ここのところはね、表現の仕方ちょっと変えていて、パンと。で、ここのね、ノリもかっこいいですよね。今まで結構早いテンポの音を取ってたじゃないですか。16ビートで、タン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 。で、これを表の拍だけ、8ビートでここ取ってるんですけど、これをね、胸をグイングインと回すことによって低いところでも音を取っているんですが、よりね、ドープに見えますよね。ドープというか、ブラックというか、ヒップホップ的というか、そういった表現の仕方っていうのもやっぱり、ショーくんヒップホップ大好きなんだろうなっていう表現ですね。超いい。でね、ここ、軽く音を取ってましたよね。1,2,3,4,5 と、こういった遊び心もいいですね。タッ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 タ、イエス、楽しそう。音見ました、今の高コスとした表情、音楽を楽しんでますね。これね、これもう天に昇ってますね今。イエー、素晴らしすぎる。もう天才ダンサーですね。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？もう解説不能なスキルと表現力ですね。このショークみたいにずっと見れるダンスってやっぱなかなかないんですよ。で、個人的にもショークの天然なところも大好きですし、あと心に残っているのは、ライドンタイムかな？ドキュメンタリーの中で自分と関わった人には死んでほしくないと言ってた一言がすごく奥底に僕の中に残っていまして、アイドルとして一表現者として人々にそれほどの思いを抱きながら幸せを届けてくれる平野くんっていうのを一個人として心から尊敬しております。そんな彼だからこそここまで人の心を揺さぶる表現ができるんやなと思いました。いやー、平野翔くんさすがです。素晴らしかった、ありがとうございました。で、これからもキンプリ平野翔くん、また他のメンバーのパフォーマンスのリアクション、解説やっていきますので、ティアラの皆様、またジャニーズ好きな皆様、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。またよければ高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではでは。